はい、どうも、ルーでございます。待ちに待ったタイトル来ました。今月おすすめタイトルに入れさせていただいたレビュースターライトでございます。Android がね、先行配信ということで、今 Android 端末用意してやっております。さあ、行きましょう。リセマラは多分ね、した方がいいと思います。いわゆる闇鍋ガチャです。舞台少女と、あと、メモアールっていう、装備が、あります。フェイトグランドオーダーとか、やったことある方に分かりやすく説明すると、まあ、概念霊装と、サーバントっていう感じですね。はい。で、一応ね、星4の最高ランクの排出率は 6% と。なっているんですけども、最初キャラだけで 6% なのか、優しいなって思ったんですけど、そんなわけはなかったと。だから実際、キャラが何パー、それぞれ何パーなのかっていう表記はなかったんですけども、多分20体、キャラだけで10何体いて、で、メモアールがもうちょっとあったと思うんで、まあそれ考えると、まあ、やっぱ 0.1% ぐらいなのかなというふうに感じました。で、チュートリアルガチャで5枚引けるんですけど、そのチュートリアルガチャで出る、カードは、キャラ3名で固定されてるみたいですね。キャラ3名、メモアール2枚で。で、愛情カネ、だけは確定で、他の2名は、2名とメモ、はメモアールか。メモアールは、ランダム。ないようです。で、星に確定っぽいっすね。うん。任せて。で、こういう感じで、戦闘開始前にアクションパネルを、こうやって選んで、はい、アクションポイントの数だけ、行動をね、アクションを選べるというわけですね。ちょっと詳しくステータスまだ見てないんですけど、2回リセマラして、それで撮り始めてるんで、ちょっとこのリセマラの時に見たいなと思ってるんですけど、この行動の優劣ですよね。相手とこっち、どっちが先に行動するのかっていう。ああ、そっか。アクションポイントで3でここに来てれば、この2つか。のどちらかにいた方が先に行動するって感じかな。そうですね。きっとそうですね、これは。邪魔しないで。僕が次。そこら辺も駆け引きになるっていうことですね。アクションポイント低いのを使って、攻撃するか。それとも、アクションポイント高いやつで、大ダメージを与えていくか。みたいな。で、クライマックス。クライマックスレビュー。必殺技ですね。ゲージを貯めて、これを使っていくと。そうすると、セットした、ミュージックが流れ始めます。ディスカバリー。めちゃめちゃ、こう、盛り上がるという。戦闘はクライマックスに近づけば近づくほど盛り上がる。で、クライマックスレビューは2ターン続きますと。演出も派手ですね。素晴らしい。で、フィニッシュアクト。で、属性が合ってると、こういう形で、高出力パネル。アクションか。アクションね。うん。みんなのきらめきを一つに。なかなかね、テンポもいいですね。うん。で、オートもあるんで、まだ普通にステージやってないですけど、オートで、カードとかも選んでくれるんじゃないですかね。で、これがチュートリアルガチャ。無料で5連。で、1枚は愛情カレー固定。
で、これが星2のカードってことですね。青色が。みんなをスターライトしちゃいます。まひるちゃん。青春音楽学園第99期生。お。青春音楽学園バナナ。第99期生。はい。で、メモアールが2枚と。まあ、長押しすると、この場で性能が見れるって感じですね。で、編成。これが、お任せも一応できるんですけど、コスト制ですね。プレイヤーレベルが上がったらコストが上がってくるんじゃないでしょうか。で、キャラ。設定してメモワールをここにセットすると。で最後、レビュー曲、まだディスカバリーしかないんですけど、ここからどのぐらい追加されてくるのかちょっと楽しみですね。これがガチャとかじゃなければいいんですが、うん、やっぱりね、こうやってコストで制限されてるとね、いきなり、まあ、レベルとかは上げられるかもしれないけど、いきなり、なんだろう、ガチャで、最強になっていくってことはないのかなと。早くレベル上げられるようにはなると思うんですけどね、強い分。ストーリーに関しては、ストーリーの枠になってるんで、まあ、後から見ても見れるんで、リセマナやってる時は飛ばしちゃってもいいと思います。これ見ると、やっぱりすごい感じるけど、周回ゲーなんだなーっていうのをすごい感じますね。いや、俺周回好きなんでね。なので、楽しみですね。オート。で、こういう感じで、オートで選べますね。やってくれますね、オートで。バナナイス。バナナイス。頑張った成果だね。バッチリ。次も頑張ろう。うん。で、あと、この後舞台少女の育成になってきます。ね、なんかガルパとか、オートゲーにあるような、チケットでレベル上げるみたいな、レッスンチケットでレベル上げるみたいな感じみたいですね。舞台少女、愛情カレンは日々進化中。で、あとは、こういう感じでパネルが。このパネルがね、どんどんレベル上がっていくと強くなるみたいな。ランクアップ。パネルのランクがあるみたいですね。これは今ランク1の状態で、全部解放したらランクアップできると。で、才能開花、これがおそらく限界突破と同じで星の数が上がっていくんでしょうね。で、これがガチャ、多分おそらく同じカードが被るとか、あとは何かしらのコンテンツでゲットできるんじゃないでしょうか。で、あとは新アイドっていうのもあるみたいですね。絆レベル、これ上がると特別なストーリーが見れるようになったりとかあるみたいです。結構能力上がるんですよね。ありがとう。
はい、これでチュートリア終わり。一番にレッスンを始めるのはこの私。どちらかというとお肉よりで、とりあえず課題の方には、いや初心者っていうところにはスタージムないんで、ボックスだけ受け取ってガチャへ突入で、ガチャ詳細、星4が何個だ、2、4、ちょっと待って、1、2、3、4、5、6、12で、12でしょ、12、ちょっと多いなこれ。1、2、3、4、5、6、7、14、15、27個、6÷27、0.2% ですね。ただこれ、メモワールも、全部星4っていう感じでやってるんで、わ、メモ、エトワール、あ、じゃない、メモワールも、舞台少女も、なんか均一みたいに書かれてるんですよね。これが本当かどうか。明らかにメモワールのが出やすいと思うんですよ。なので、まあ 0.1% なのかなと思いますね。キャラは。うん。ちょっとここら辺知りたいですね。はい。じゃあ引いていきましょう。1回の、リセマラで、12連引けます。星4の、キャラ、舞台少女出たら、それで、お !2 枚出た。星4の舞台少女が出たら、そこでやめてもいいかもしれないですね。キャラによって強さとかあるけど、やっぱりしんどいと思うんですよ。あー、メモある。これさっきも、最初の時も出た。もう嫌な予感がしてますよ。これ1話の、1話じゃねえか。1話か。俺まだ最終回見てねえんだよな。見なきゃな。シークフェルト音楽学院、雪城明さん。なんか星さんのメモあるとかあったら使えそうなんだけどな。おっ、来い、ダメだった。でも可愛いなこれ。俺明らかに信じられないんですけど。天童あや、マヤは負けてない。懐かしい。おお、これさ、これも最初の時出た。かわいい。でもね、やっぱりね、思います。星4の舞台少女が出たら、逃げでいいと思います。うん。結構しんどいんだよね。メモあるもう10枚。金が来た。こっから昇格あんのか。オーケー。定石通りの戦法では、私の布陣を崩すことはできません。星さんが今のやつなのかな、みんな。間違えた。この登場詳細見ると、星4のキャラのステータスわかります。多分全部わかると思う。こんな感じですね。で、これがワンセットで、リセマラって感じですね。はい。というわけでね、皆さんに良きスタリラライフが訪れることを願っております。ではでは、お疲れ様でしょう。バイバイ。